Hi guys, this is Yasuka. Welcome back to my YouTube channel. 皆さんこんにちは、Yasuka です。 So today, I'm gonna share with you guys my life update living in LA. はい、ということで、今日はですね、皆さんにライフアップデートだったり、最近どうしてるのとか、ビザについてとか、あと MBA 大学はどうするのとか、今まで質問にいただいていた、なんで母子家庭で育ったのにアメリカの大学に行けたのか、サムネにもあるのに、借金500万をして、アメリカの大学を卒業したんですけど、そのことについてとかをいろいろ話していきたいなって思います。So without further ado, let's get started. Before getting to the video, finally, the interview video is up on Chika-san's channel, and I shared my experiences and what day my looks like, my struggles, all my大学を卒業して社会人なのに、いや私ちょっと長くやりすぎじゃない？ Hey guys, it's Chika. 皆さんこんにちは、チカです。Today we have a special guest. This is Yasuka. Hi guys. Yasuka ちゃんと今日ロサンゼルスでお話をしているんですけれど、はい、ということでですね、まずはライフアップデートということで、去年の12月にフロリダの4年生の大学を卒業してから1月からロサンゼルスに引っ越してきて、貿易の会社で働いています。で、なんとですね、1月に働き始めてから、入社して2週間目ぐらいでですね、ありがたいことに、私が働いている会社社長さんがもう早めにビザとグリーンカードの手続きを進めようということで、会社がグリーンカード永住権をサポートしてくれるということで、今はですね、そのグリーンカードと E ビザっていうワーキングパーミットっていうのをアプライしようということで、今はそのアプライしてるところで、そのプロセスが今始まっているところです。で、私は今、OPT って言って、アメリカの2年生の大学とか4年生の大学、MBA を卒業すると、1年間アメリカで働けるっていう OPT のビザをもらえるんですけど、私は今それで、今の会社に働いていて、やっぱり、早くアプライする方がいいので、E ビザっていうワーキングパーミットと、永住権のグリーンカードを会社からサポートしていただいて、弁護士さんにも会いに行ってから、今はそのプロセス、の途中っていう感じです。はい、なので日本に帰る予定はありますかとかたまに聞かれるんですけど、やっぱりグリーンカードってすごく時間かかったり、ビザもやっぱ最近アメリカってすごい時間かかるんですね。 COVID があって今、落ち着いてきて、すごい海外からアメリカに引っ越してくる人も多いので、それでビザのプロセスがすごく時間がかかっていて、グリーンカード永住権も2年以上かかったりするので、実際昔は2年もかからなかったんですけど、最近は結婚して永住権グリーンカードがもらえるやつもすごい時間がかかってるみたいで、私は Employer Sponsored Green Card って言って、会社がサポートしてくれるグリーンカードなんですけど、それも約2年ぐらいかかるので、運が良ければ2025年の末までには、2025年12月までには取れるんじゃないかなっていう予想なので、日本に帰れるとしたら2026年かなって思っていて、3年は日本には帰れないというか、アメリカから出られないので、私はなんで、次もし帰るとしたら2026年になりますね。もし2026年に大学院とかマスターするってなると、もう日本に帰れないかもしれないんですけど、でもやっぱりジジバーバも福岡にいますし、妹もママも日本にはいるので、会いには行きたいので2026年かなって思います、次日本に帰るのも。大学院 MBAはすごくしたくて、あと PhD も私は本当に取りたくて、将来的には、20年後ぐらいにはアメリカの大学の教授になりたいっていうのがあるので、マーケティングとか自分の今までの経験とかをシェアできればいいなっていうのを思っていて、あと、勉強がすごく好きなので、将来の生徒に自分のスタイルで教えていきたいっていうのがあるので、やっぱり、MBA と PhD を取ることはやっぱりずっと目標ではあります。はい、なんかロサンゼルス来ていろいろ思うこともあるんですけど、
やっぱり私は LA が嫌いというか、ロサンゼルスはすごい日本人だったりアジア人が多くて、私はそれがちょっと苦手というか、中学生の時に日本が嫌って思って、高校生でやっと日本を出て、まあ、そこからあんまり日本には住んでないというか、1年1回帰るぐらいだったんですけど、やっぱりなんかフロリダで4年間過ごして、フロリダってアジア人なんか全くいないので、それでロサンゼルスに今年1月来た時はすごく逆にカルチャーショックで、アジア人が多すぎて、で私はその圧倒されて、あ、嫌だなって思うことがまあ多々あって、すごい窮屈というか、ロサンゼルスにいて治安も悪いし、空気も悪いし、物価も高いし、なんかそういうのもあって、あ、ロサンゼルス嫌だなってずっと思ってて、なのでいずれはフロリダに戻りたいっていうのは思ってるんですね。やっぱフロリダの方があったかいし、空気もいいし、住みやすいし、個人的にフロリダが好きなんで、フロリダにいずれは戻って、まあ、リモートでフルタイムで今の会社で働きたいなって思ってて、 MBA と PhD もこれから取れたらいいなって思ってます。最近すごく忙しくて、いつも朝起きて仕事行って、仕事の後すぐジム行って、家帰って家のことやったりしてっていうのがあって、もうそういうのがルーティン化してて、あまり動画も撮れてないですし、こうやって撮るのもすごい久々なので、みんな見てくれてるかなって心配なんですけど、最近はずっと仕事仕事で、でも会社の人がすっごくみんな優しくて、なんかすごいファミリーみたいな感じで、私が一番年的には下なんですけど、すごくなんか働きやすい会社で、すごく周りに恵まれているなって思います。なんか最近私の周り、大学の友達とかも、絶対グリーンカードとかビザがない子は雇ってくれないよ、安かラッキーだねって言われるんですけど、本当にそれは思っていて、働いてすぐ、あ、グリーンカードをスポンサーするよって言ってくれる会社なんて絶対ないんですね。すごく恵まれていて、すごく本当にありがたい、まあ、機会をいただいて、それはそれでロサンゼルスに来てよかったなって思ってます。はい、まあでもいずれは、はい、フロリダには戻りたいなっていうのはあります。はい、でですね、なんか今までずっと私がその留学についていろいろシェア動画でしてて、奨学金とかあと学費についてとかいろいろ話してたんですけど、母子家庭で育った人がなんでアメリカの4年生の大学に行けるのかっていうのをすごく言われてたり、アンチも来たりするんですね。やっぱりどうせお母さんとかお金めっちゃお金持ちやんとか言われてたんですけど、全くそうじゃなくて、逆に全然あのお金は本当にそんなのある家庭では全くないし、お父さんとはもう4歳からずっと会ってないですし、もういつも節約節約でちっちゃい頃から過ごしてきて、その分勉強を頑張ったので、高校は東京都教育委員会が主催する留学プログラムで奨学金が出て、タダで留学ができました。でその後アメリカの大学に入学するっていう時も、一応奨学金が出る大学を選んだんですけど、それでも私立なんで高いんですよ、もちろん。なんで私は返さないといけない奨学金を月10万、もう4年間なんで480万で、プラス手数料とか引かれたり、なんかいろいろ利子とかがあるので、結局500万、520万くらいの借金というか、奨学金を借りてアメリカの4年生の大学に行って卒業しました。なので私から一番言われることは、勉強をまず頑張ること、勉強をまず頑張って成績を上げたり、成績を高く保つことで、特に日本はもらえる奨学金も増えますし、そのもらえる奨学金で自分の将来の視野も広がるし、あと進路について、あ、この大学行けるとか、ここの大学行きたい、あ、もう奨学金もらえるからこの大学行けるわとか、母子家庭でも父子家庭でもファイナンシャリーに無理だなって思っても、もらえる奨学金が増えることでやっぱり自分の視野も広がるので、私はアンラッキーだったのはもらえる奨学金があったんですよ。でも高校の時に先生がそれをちょっと教えてくれなかったっていうか、見てなかったので、借りれる奨学金しか応募できなかったんですけど、なんで私はですね、今月からなんですけど、1ヶ月2万円ちょっとで、それをですね20年間ずっと続けます。なので私が43歳になって支払い終わるっていう感じです。なので2万円ちょっと、まあ、月に払えばいいので、別にその支障もなくそれは支払いはできるので、でも借金は500万あります。そんな感じで私はアメリカの大学に行くことを決めて卒業しました。なのでお金がないとか、私母子家庭です、父子家庭ですとか、経済的にきついですっていう人も、勉強を頑張った人は頑張った分だけ奨学金をもらえるので、母子家庭でもこうやって海外に10代から行ってこんな風にアメリカで働けているので、まあ、それはすごくありがたいことで、まあ、そんな感じでですね、私は借金500万で
アメリカの大学に行って卒業しました。はい、なんかすごいお金について学費について今までずっと質問いただいていたので、まあ、グッドタイミングかなと思って話してみました。すごく、まあ、毎日ありがたいことに忙しくて仕事もたくさんさせていただいて本当に充実した毎日を過ごしています。ちょくちょくねライフアップデートとか何があったよとかいうのもシェアしていきたいなって思うので皆さん楽しみにしていてください。So yeah, that's it for today's video. I hope you guys enjoyed this video and don't forget to subscribe to YouTube channel and give me a like. So I will see you guys in the next one. Bye guys.